ちら以前紹介したあんバターパイやスイートポテトパイ、蒸しきんつばなどを販売している会社からで購入したずんだクリーム大福というものを食べていきたいと思います。ずんだといえば、ちょっと前に絡めて、お餅に絡めてを食べた時に紹介したずんだ餅がベースのキャラクター、最近人気ですよね。ということは、まあ、そのキャラクターが出てくるわけじゃないですけど、食べても美味しいのかな、これ。だけど、これ、周囲にまぶされてる白い粉、これ。油断したら間違いにこぼすので、油断せずにいただきますね。では、ずんだクリーム大福というのね、今まで食べたことのない味になってるのかな、どんな風に楽しめるのかと思って食べてみたんですけど、まあ確かに、なんて言ったらいいのかな、美味しくはあるんですよ。それにずんだ餅とかも食べたことありますしね。だけど、これは、なんだろうな、ちょっと思ってたのと違う、思ってたよりパワーがって気がする。なんていう、なんかこう、まずくはないんだけど、もう一押し何かが欲しくなるような味になっていると思いましたね。まあ、詳細はこの後、ごちそうさまでした。クリームは結構まったりとしていて、口の中でスーッととろけていくのですが、ずんだあんの甘さは思ったほど感じなかったですね。いや、あんではないの。いや、あんって書いてるわ。思ったほどは感じませんでした。まあ、ところどころでブツブツと粒が入っていて、あんことはまた違った美味しさはあるのですが、もうちょっと、ずんだ、つまり枝豆の味わいや甘さがあってもよかったかなとも思いました。クリームにすると口どけはいいのですが、あん自体の味はちょっと落ちてしまうような、そんな気がしますね。ただ、クリームがまったりしているので、この後行われるゲームのイベントでもまったりプレイするといいよというお告げなのかもしれません。というわけで今日食べたずんだクリーム大福は4点とさせていただきます。それでは、夕立にロケットばかり行くのかな？いや、夕立に何か恨みでもあるのか？ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武、終演。